ルワンダ・ウルンディは、後のルワンダとブルンジに存在した、ベルギーの植民地。国際連盟時代の委任統治の1924年から1945年までと、国際連合発足後の新宅統治の1945年から1962年まで存在し、ルワンダとブルンジの独立により1962年に消滅した。 20世紀初頭の現在のルワンダとブルンジには、ドイツ領東アフリカの3つの自治区のうちの2つ、ルワンダとウルンディがそれぞれ設置されていた。1914年に第1次世界大戦が勃発すると、ベルギー領、コンゴの公安軍が、ドイツ領東アフリカに対して参戦した。コンゴに隣接するルワンダとウルンディの2地域は、 大戦中の1916年からベルギー占領地域となった。第一次世界大戦はドイツの敗北に終わり、ドイツの植民地は戦勝国により分割された。旧ドイツ領東アフリカのベルギー占領地域は1924年に正式に国連からベルギーに統治が委任され、ベルギー委任統治領ルワンダウルンディが成立した。第二次世界大戦後は、 国連の信託統治制度が始まり、ベルギー信託統治領ルワンダウルンディとなる。1960年の第15回国連総会における決議により、ルワンダウルンディにおいても脱植民地化が進められることとなり、両地域における住民投票や選挙の結果、1962年にルワンダは共和国、ブルンジは王国として、 相次いで独立し、信託統治は解消された。ベルギーの公用語である、フランス語が、ルワンダウルンディの公用語として導入されたため、後のルワンダ、ブルンジでもフランス語が公用語とされた。ルワンダウルンディ政府は、教会の曖昧だった靴、土を、明確に区分する政策をとった。これは、後のルワンダ紛争とそれにより起きたルワンダ虐殺。 ブルンジ紛争に至った、対立の要因となった。ありがとうございます。